編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。令和の虎、新旧虎談義。はい、こんにちは。こんにちは。新虎の平和の虎です。よろしくお願いします。お願いします。なんと初の女性虎が誕生しました。こんにちは。よろしくお願いします。はい、ですね、こんな服を着てるのは実は、虎のガチンコ格付けテスト、はい、それの終了後、今日の最後に撮ってるんで、はい、ちょっとこの衣装のまま、登場してもらってますけども、はい、まずお名前どうぞ。アリサ先生です。はい、アリサ先生、はい、名字は内緒ですか？名字は、あ、別に出しても大丈夫なんですけど。じゃあ一旦名字を。はい、ムタアリサって言います。ムタアリサ先生でございます。はい、はい、よろしくお願いします。女性にお年を聞くのは抵抗がありますが、何歳ですか？今は26で。なんとこの顔で26ですよさあ、ちょっとね、慣れ初めから聞いていくんだけど、僕との。はい、僕喋っていい？これ。あ、大丈夫です、はい、数週間前にうち のイエローキャブのタレントで、ライバーの伊丹ちゃまってのよね。はい、で伊丹ちゃまがうちのレイトララウンジで1日店長やったんですよ。はい、そしたらなんか全国からね、あなたみたいな派手な女の子たちがわーって集まってきててその中に彼女がいたわけですよ。はい、でなんか急に、あ、岩井社長会いたかったですよとかってどうしたのとかって言ったら、私受験生版タイガーファンディングに出たいんですって言うから、え、どんなプランって聞いたんですよ。そしたら、いえ、トラでとか、はぁみたいな、え、トラみたいな。で、ちなみにどこの大学の出身ですかって言ったら、大阪大学だって。はい、金阪大出てんのみたいな。そんなところから実は僕がハンティングしました。はい、はい、さあ、そんなアリサ先生ですけども、ちょっと聞いていきましょう。お生まれはどちらですか？福岡県で生まれました。福岡、はい、福岡で生まれたと。生まれたと。生まれたと。福岡の県内だけど市内ですか？あ、市内ではなくて、はい、ちょっと近くのところの大野城市っていうところで生まれました。大野城市、知ってますよ。はい、大野城市で生まれて、中高は？中学校はそこの市の公立で、中学校で、はい、福祉が丘高校で、ね、が丘でしたね。はい、はい、僕筑紫ヶ丘よく知ってるんで。あ、ね、本当ですか。はい、言ったやんこの間。筑紫ヶ丘っていうのは結構福岡では名門ですね。そうですね、はい、はい、で現役で阪大。あ、それがちょっと一浪して入りました。した、はい、学部どこですか？学部は理学部の科学科を、うん、科学科、はい、卒業しました。え、ちっちゃな頃からやっぱり理数系が好きだったの？そうですね、最初は特に数学が好き で、はい、で高校生になった時に科学が好きになっちゃって、うん、はい、もう科学が好きだからもう理学部科学科にしようみたいな感じで来ました。京大にも理学部はあるんだっけ？そうですね、ございます、はいはい、京大も受けたかった感じ？いや、京都大学もちょっと気になってはいたんですけども、はい、入試科目二次試験に国語があって、うんうん、ちょっと国語の壁を越えられなくて。そう、自信がなかったんだやっぱり。そうですね、ちょっとじゃあ反対の方がいいかなと。そうですね、はい、なるほど。そこは4年で卒業しましたか？はい、4年で卒業しました、はい、で塾やってらっしゃるってことなんだけど、はい、この塾の名前が、はい、アリサ塾。はい、アリサ塾です。つけるかアリサ本名なんだよね。はい、本名です、はい、これどこにあるんですか？こちらは山口県の下松市にございます、はい、で福岡の出身で阪大に行った人がなぜに山口県で塾を開いた？私の憧れている先生がちょっと山口県にいらっしゃって、はい、いらっしゃる。そこにまあ弟子入りみたいな感じの形で。その憧れてるっていうのはいつの時代に知り合ったの？私が高校3年生の時にそれこそ科学を教えてくれた先生なんですよ、はい、でその方みたいな、まあ、大人になりたいとかすごい塾講師になりたいみたいな気持ちがあって。その人は、はい、じゃあ福岡で科学を教えてたの？塾で。メインは山口県なんですけど、はい、私が高校3年生の頃はもう全国転々としているような方だったんですよ。へー、はい、でその先生に憧れた。はい、でそっからその先生の付き合い始まったんだよね。はい、もうずっと今もそうです、はい、で、はい、阪大に行ってた間もその付き合いは切れなかったの？あ、大学合格してあまり会ってなかったんですけども、はい、大学3年生になる前に理系なので大学院に行くか、はい、それとも卒業するかどうかっていう悩んだ時に、自分がどんな大人になりたいかとかそれをいろいろ思い起こした結果、その先生に会いたいって、その先生のもとで働きたいと思って連絡をもう一回取って会いに行っ
って行って、それどうなるんですか、はい、でそこからもうずっと塾を作る、開業することの準備を2年ほどということは、はい、その先生のやってらっしゃる塾で勤めることなく、はい、最初から大学を卒業して23歳で有田塾開業の道を選んだんだ。はい、そうです。それはどっちの意見なんだろう。私です。自分が最初からやりたかったんだ。最初からもうやりたかった。じゃあ大学の4年間で、はい、いわゆるその塾とかで教えた経験はあるの、はい、ありございます。それこそあの塾のアルバイトとかをしていて、うん、はい、その経験で教えたことがありました。それは個別指導塾ではなくて集団の塾だったんですか。そうですね、集団で教えてました。はい、対象はその時は中学生でした。中学生、はい、なるほど。じゃあ23でもう有田塾開業したんだね。はい。最初集める時にどんな手段を使ったんですか、生徒。最初はでももう手書きの広告を、はい、あの地域の折り込み新聞に折り込んで。新聞に折り込みだ。はい。大学をさ、はい、例えば2月とかに卒業して、はい、でも4月からは開校したの。卒業式が3月25日だったんですね。はい。はい、そのまま山口県に行って、もう翌日には届き出を出しました。で、チラシ巻いて生徒が集まってきて、はい、最初の段階で何人ぐらい集まったの。ゼロからというよりは、はい、もともとある赤字の塾をオーナーとして任される。そういうことね、はい、へえ。でそこから巻いて、なるほど、新入生が18人ぐらい、はい、でこれで今で3年ぐらい経ったんですか。丸々3年は経ってます、はいはい、どのぐらい生徒いるんですか。今は80人以上は通ってくれてます。高校生が中心。中心は中学生です。中学生か、はい、そうかそうか。でちょっとずつ去年ぐらいから高校生を増やしていっているという状態で、はいはい、で、あなたは教科的には何を教えてるの。教科は中学生には数学、うん、で高校生には科学と数学を教えてる。なるほど、はい、じゃあ他の科目はあなた以外の先生が教えてくれる。あ、そうですね、はいはい、それはバイトですか。社員さんの方とバイトさんの方がいます、はい、社員もいるんですか、はい、という有田塾の有田先生でございましたが、受験生バタイファン今日やってみてどうでした。いや、もう緊張してキャラクターがこう定まらなかったんですけども、十分最初から発揮してるやかましいこの女はい、ということでこれからもこう言って、はい、毎月ね多分出てくれると思いますので、頑張ります。楽しみにしていただきたいと思います、はい、どうぞ。どうもありがとうございました。